本当に感激しました、うん、楽しかったです。やっぱり実際に聞くのは違うなっていう。プロの方とかが来られるイベントがあってとてもいいと思います。毎年結構楽しみにしてます。素晴らしいゲストの方々の演奏も聞けてよかったと思います。11月21日今年で27回目を迎えた野々市市恒例のジャズイベントビッグアップルイン野々市が文化会館フォルテで盛大に行われ、およそ400人のジャズ愛好家が訪れました。ジャズが生まれたアメリカの中でも素晴らしいジャズミュージシャンを多く生み出したのがニューヨークです。野々市市でも本場のジャズを伝えたいという思いからニューヨークの愛称でもあるビッグアップルと命名されました。なぜジャズの本場で活動するミュージシャンたちが野々市でコンサートを行うようになったのか、発起人の一人井上聡さんに伺いました。ムーンライトビジャズオーケストラがですね、ニューヨークに来て、ニュースクールというあのジャズの大学に来られたことがあったんですよ。1994年とかそれぐらいですかね。そこで打ち上げのようなものがありまして、その時に出会いまして、なんか話がトントン進んで、野々市にミュージシャンを呼んでくれないかっていう話があって、私も非常に興味があったので第1回を行ったわけなんです。そうするとすごい反響がありましてですね、もう一回もう一回みたいな感じで続いていったら、今もう27回に来たというところでございます。はい。当時の野々市町も全国に発信できるイベントを模索していた中、ムーンライトジャズオーケストラのメンバーがこの話を伝え、平成7年に第1回ビッグアップルイン野々市が開催されました。コンサートを行うのはプロだけではありません。開演前にはウェルカムコンサートが開かれ、ジュニアサンシャインバンドが生演奏を披露しました。ジュニアサンシャインバンドはビッグアップルのホストバンドでもあるムーンライトジャズオーケストラがジャズの裾野を広げるために作ったバンドで、ムーンライトジャズオーケストラのメンバーが講師を務めています。現在は小学5年生から高校生のメンバー12人で活動しているそうです。代わって大ホールではホストバンドのムーンライトジャズオーケストラと日本を代表するジャズボーカリスト伊藤貴美子さんが出演。世界で活躍する伊藤貴美子さんの歌声とムーンライトジャズオーケストラによる華やかなビッグバンドステージが繰り広げられました。伊藤さんは1989年に発表したアルバムがアメリカのラジオ&レコード誌で16位にチャートイン。日本人初の快挙を成し遂げたボーカリストなんです。舞台で一緒に共演したムーンライトジャズオーケストラのバンドマネージャー山本さんに話を伺いました。
日本のジャズボーカル界のレジェンドですから、これ私の個人的なあれもあって今年の初めにですね、直接オファーさせていただいたら、あっさりいや私でよければということで、ものうち、来てくださることになって、それからその半年かけてね音楽的な打ち合わせをしながら、おいでいただけたということです。はい、とにかくそのゲストの方、共演のゲストの方が盛り上がってくると、やっぱり私どももともとはそのただのジャズ愛好家ですから、自然に楽しくなってですね、お客さんでありながらプレイヤーであるというような格好にどうしてもなってしまう、自然になってしまいますよね。1部と第2部の間にもウェルカムコンサートが開かれ、静岡から来たジャズバンド天狗バンドが生演奏で来場者をもてなしました。なぜ静岡のバンドがビッグアップルに参加しているかというと、メンバーの一人が元ムーンライトジャズオーケストラ出身ということもあり、現在も交流を続けているそうです。第1回のビッグアップルから毎年のように静岡から野々市へ駆けつけてくれているそうです。その他にもふれあいホールではビッグアップルイン野々市歴史展が開かれ、歴代のコンサートポスターや来日したゲストのサインが展示されていました。また金沢工業大学ポピュラーミュージックコレクションの協力のもと、ビッグアップルイン野々市に第1回から参加したミュージシャンたちのレコードジャケットも展示されていて、訪れた人の関心を集めていました。第2部は昨年まで行われてきたビッグアップルイン野々市26公演の中で披露された曲の中からセレクトされた曲が演奏されました。新型コロナウイルスの影響により海外ミュージシャンを呼ぶのは難しく、今回も昨年に引き続き日本国内で活躍するトップミュージシャンを井上さんが呼びかけて実現したステージとなっています。5曲演奏してアンコールで1曲で、緩急がつくような曲を配置したつもりでございます。はい、でどれかの曲で1人がスポットライトが当たるような配分も考えましたし、はい、結構頭使いました。
年は野々市市政施行10周年ということでこんな曲も。2011年の11月11日にね、町から市にグレードアップしたの覚えてます、はい、でその時私1曲作曲させていただいて野々市スイングという曲で、でここでお披露目してなんと阿波市長がそのままカウント出してでステージに上がってもらってカウント出してもらって演奏した覚えがあります、なのであれから10年かということで、まあ、やっぱりこの継続している継続は力なりということなんですかね。やっぱりこのイベントを通して野々市という名前もだいぶ知られてるんじゃないかなと思います。ジャズファンは結構知ってると思います、はい、一流のジャズミュージシャンたちの演奏を聞いて訪れた人は心躍るひとときを過ごしたのではないでしょうか。最後にムーンライトジャズオーケストラの山本さんに今後の展望を伺いました。日本っていうのは大きいジャズフェスティバルとか石川県のジャズフェスティバルとか大きいのありますけど、私どもは焦点を絞ってミュージシャンといい音楽、うん、それをジャズを聴いたこともない人もああこんな音楽があったっていう形で続けたいので、決してこれ以上ね広い会場でとかジャズフェスでやりましょうとそういう考えもないんで、地道にですねやらせていただければと思ってますけど、はい。全国の愛好家にも知られるようになった野々市のジャズの祭典ビッグアップルイン野々市、一流奏者が生み出すセッションが来年も待ち遠しいですね。